今日はですね、それ以外に今度森社長にいろんなことを聞きたい部分があるんですが、はい、株式会社クリエイツの森社長に、その企業ルポじゃないんですが人物担保みたいな形で、はいはい、まあ、とりあえずまずマーケットとしてね、大分県のマーケットとしてこの、まあ、今印刷市場、うん、それからコンテンツ市場も含めてその別府温泉の市場はいかがなんでしょう。ですね、もうそれは皆さんが今直面しているいろんなことがありますよね、うんうん、別府といえども、悩みは一緒だと思います、うんうん、市場、まあ、印刷の市場だけで言えば、うん、比較にならないぐらい落ちている、うん、ということですね、うんうんうん、だから、まあ、印刷屋さんもここ何年かでバタバタバタっていきました、うんうん、減ってきてます、うんうん、で印刷の市場だけで実際もう私はですね、うん、印刷の市場という見方を全くしてないんですね、うんうんうん、そこで食べていけないよねっていうのはもう10年前に分かってたことですので、あんまりそういうことを意識して考えたことはないですけども、実際にそのなんていうんですかね、観光庁の動向だとか、うん、はい、そういうのを見てて、うん、やっぱりそうだなと、うん、もう数にならないぐらいの量になってるんじゃないかなというふうに思いますですね。その点は全国どこも、うん、まあ、地方都市はもう典型的なそういう例になってるんですが、うん、まあ、大分県全体を見ても当然大分県の観光需っていうのは多分電子入札になってるのかな、うん、まあ、多分全国がそういう状況の中で印刷物についてはもう顔の見えない応札っていう、うん、その行儀の悪い応札が頻繁に行ってるし、うん、まずその今後はその脱印刷も含めてですね、うん、いろんなことをこう考えていかなきゃ、今も実際考えているところもあるんですが、うん、ちょっとこう会社を見渡すところオフセットの印刷機がないような感じがするんですが、はい、どうなんでしょう。オフセットの印刷機はですね、おととしの9月に、はい、もう全部出しました、はい、きっかけはですね、何でもないです、はい、メーカーさんが亡くなりましたよね、はいはいはい、まず浜田さんが亡くなって、篠原も亡くなって、ね、その時にですね、いやいや、要は亡くなるっていうのは理由があるわけじゃないですか、うんうん、要は必要がないから亡くなっていくんですよね、うんうんうん、だから必要がなくなって世の中から消えていってるものに、うんうん、僕たちこれすがってて食べて、うん、もう単純にそんだけの話ですね、うんうん、もうこれはやっぱもう見切り時だなというふうに一つ思ったんですね。でそのもうちょっと前から、こういうこうオンデマンドには取り組んでいましたから、うんうん、で現実に数字もですね、もうその前、おととしの前かな、もう逆転してました実は、うん、はい、オンデマンドの出荷量の方が増えてたんですね、うんうんうん、その割にオフセットの周辺の費用が、うんうん、オンデマンドの3倍ぐらいかかってるんですね、はい、うん、でこれはもうやめようと、うんうん、それで、実は会社のみんなでちょっと考えたんですね、うんうん、でこんな状況で売り上げもどんどん落ちてると、うん、で何か整理せないかんよね、うん、っていう話ですね。でその時にですね、まあ、人も含めて、うん、いらないものは何なの、うん、でもう、まあ、いろいろ考えた挙句がですね、うんうん、いらないのは、うん、オフセット印刷機、うん、はい、じゃあ捨てよう、うんうん、まあ、ということで全国の、まあ、特にジャグラーの会員の方たちもやはり方向性としてはそれも考えている方がいっぱいいると思うんですが、うん、実際脱印刷機っていうその企業もかなりこう出てきてるわけです、うん、特にその都市部に行けば行くほどそういうところが多くなってきてるっていうふうに聞くんですが、うん、地方でもう印刷機をなくしたよとっていうのはなかなか踏ん切りがつかない、うん、我々も含めてですね、そのオフセットの印刷機っていうのはなくせるのかなと、うん、かといってじゃあ機械が壊れてじゃあ新しい機械にしよう、じゃあ4色機何千万もかけてやれるのかっていう、その時はやはり考えなきゃいけないんだけど、うんうん、その今実際稼働しているのをやめるとっていうのはかなり、それやっぱ勇気はいりました。そうですね、うん、どっちにしろもう20年ぐらいそれでやってきてるわけでしょ、
で最初に始めた頃は4人ぐらいで始めましたから、うん、要は印刷機の横にあのボンボンベッド置いて、はいはいはい、止まったら起きて版かけ直してっていうことを10年ぐらいやったわけじゃないですか、うんうんうん、でこれ捨てないかんと思ったんですけどやっぱね3日ぐらい眠れませんでした、うんうんうん、で最終的にですね僕が最後にやったのは、僕と印刷工2人で、うんもう機械磨き上げました、うんうん、で出すときは酒をつけてですねおみきをつけて、はいはい、で来た人にももうこう、うん、ご祝儀を出して、うん、もう送り出してやったんですね、うん、まだやってもよかったんですけども、うんうんどう考えても、うん、その今やその時にやってた時の延長線上に出てこないんですよ、うん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 だから大変申し訳ないけども、うん、もうやめようねということをですね、うんはい、やはり、うん、話を伺ってて結局は経営者の腹のくくり次第だと思うんですよやろうと、うん、それをやろうということで、うん、その踏ん切りで結局それをやって、まあ、今までの、うん、今までの習慣をもう断ち切ろうと、うん一番金がかかるのがそこの部分だと、うん、じゃあそれをどうやっていくかっていうのは、うん、その経営者がやっぱり腹をくくるっていうのが大切だっていうふうにこう、うん、聞こえましただからうちの会社はそれだったんですね、うん、だからどこ何でもかんでも印刷機捨てなさいとは僕当然言わないわけですねでちょうどその印刷オフセットの印刷機を捨てた時点で、うんうん私どもの会社は、うん、オフセットにこう頼ってやってる部分の比率がもう減ってきてたということが大前提ですねだからそこがガンガン動いてるのを捨てることないですしそこで利益が出てるものを捨てることないですたまたまうちの会社ではそこがやっぱり足かせになってたというだけのことですからそれがどうだとは言いませんけども今熊谷さんおっしゃったようにそうだと思いますどこで踏ん切るかという腹くくるかというシステム企画販売っていうのを始められた、うん、もうちょっと前になるのかな、うん、統括部長っていう管理ソフトから始まって、うんはいまあ、事業領域ですよね印刷業からまた違う領域に、うん素早く取り掛かってきたっていうふうに私は知ってるんですが、はい、その後そのイベントにも、うん、イベント企画とか、うん読書ですね読書の話をお伺いしました、うん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 、それからその後に e ラーニング、はい、e ラーニングこれも去年かお年あたりから、うん、やられてるっていうことで非常にこう事業領域のを広げていくっていう、うん、を見えてるんですがその辺をちょっと教えていただけますか、うん、ですね一つはね、うん、ずっと印刷で食べてきてますよね、うん、それでその時にですね印刷だけでいいのかなっていうのを一つは感じてます、うん、いくつか柱作っとかないとどれがいいか分かんないっていうことがあって、うんうんまあ、それは随分前から意識は知ってました、うんうんうん、それでそのソフトの分なんですけどもそもそもの始まりはですね、私ども会社の中の自分たちの作業工程を管理するものがなかったっていうので紙の伝票だけだったんですね、はいはいうんで紙の伝票だともうとにかく大変、うん、前の探すのも大変でコピーするのも大変っていうでその時に、まあ、いくつか、そういうソフトを入れてやってみたんだけどもどれも合わない、うん、じゃあ自分たちで作ろうかと、うんはい、いうことで作ってやってたんですね、うん、でそれを見たある印刷屋さんがですね、うん、これ森さんどこの使ってんのって言ってきて、うん、いやこれは僕らがやったやつだ、うん、すげえやっていう話で、うん、いやそうかなと、うんでそうこうしているときに県の方からちょっと話があってですね、うん今度こういう新しい、うん、研修ができたよっていう、うん、ビジネスプラングランプリっていうのがあるっていうことでですね、はいはいうん、大分県が主催で、うん、これすごいんです、うん、1等の賞金が1500万2等が750万、うん3等も750万っていうことですげえなと、うん、でまあダメ元で出してみようやっていうことで出したんですね、うん、だちょうどその時に全国から70社、うん集まって、プレゼンやるわけですねでその中の審査でですね、三等賞に残ったんですねでたまたま三等賞が決めきれずに2社になったっていうんで350万いただいたんですがそれが初め
始まりだったわけですね。そう、うん、それでね、その時にですね、実は僕はあまり意識してなかったんだけども、いまだにあのうちにアドバイスくださるあのベンチャーキャピタルの社長がいらっしゃるんですが、その方がですね、こういうふうに言ってくれたんですね。あの森さんってあのとっても面白いよこれは、であの事業化できるかもしらんねって、ただいろいろ難しいところ持ってるからあの、まあ、頑張る必要あるけどこれはちょっと面白いぞと、で、一番面白いのは何か分かるかいって言われてですね、いや何ですかねって言ったら、あのそういうものが出てくる会社の土壌なんや、お宅は印刷屋だろ、でも今度出したのはこれソフトだろうが、そうですよね、森さんこれ大事にせないかんよということを言ってくれたんですね、それが、何年か前 の、 その統括部長っていう、そもそも始まりは自社の自社で使うため、それが、あの販売にまで至ったということなんですが、その方にあの昨年ですか一昨年ですか、あの e ラーニング の、はい、あのソフトを開発されたということで、やってます。これはね、東京の出版社から広島の半社、はい、あの販売するところですね、それとクリエイツ3社でやってます。で、そもそもの始まりはですね、教育方針がちょっと変わった時がありましたね、今までの、覚える教育から、考える教育へというところで、ピサ型っていうんですかね、そういう教育が始まったんですね。それでその時に学校の先生、今現場にいらっしゃる先生方は要は覚える教育しか受けてないんですね。で補助教材がいるということで、それをですねデジタル教材でやりたいということなんですよね。で、アイデアは出版社が出して、反社は売ると、で後の制作は全部クリアしてやってくれということなんですね。当然 DVD に入れていくわけですけども、フラッシュから作画、から音声の吹き込み、全部うちでやります。で、あと、そのパッケージにかかる、デザインから企画、制作全部うちでやります。だから要は、アイデアを出す出版社と広島の半社とクリエイツって、もうこの3社だけで全部やってしまえる。で今までその半社とか、アイデアを出した書籍屋さんはですね、これはこっちの印刷屋さんねって、この DVD はここねって、であの制作はあそこねっていうふうに全部こう分けて出してたけども、とても大変で、お金もかかるし、統括できないということで、一箇所でやれるといいよなということをちょっと探してたようなんですね、はい、それでまあうちに白羽の矢が立って、作ってみたらいいじゃないかということで、最初の年はですねこれ赤字でした。これも、でも今は結構採算ベースに乗ってきてて利益出てます、はい、でまだまだこれから売れる商品ですので、まあ今後も楽しみですね、はい、ありがとうございました。それではちょっと社員の方々の話をお伺いしたいんですが、はいはい、あの先日森さんのフェイスブック、ツイッターを見たら、その社員の方々がフォローしてるんですね。フォローっていうのは要するにあの社員と一緒に、そのフェイスブック、ツイッターでコミュニケーションを取るっていう、我々にとったらちょっとどうなのかなっていうふうなこともあるんだけど、でもそれがね、あの私は素晴らしいことだと思うんです。社員と一緒にそのソーシャルネットワークシステムで行き来をすると、っていうことはあまり他では見られないような、社長と社員がですね、あの素晴らしいそのあの交流だと思うんですが、あのですね、もともとその社員同士とか社員と私とか、あの私どもの、 あの要は統括部長をやってますけども、あの自社のサーバーの中でですね、まあ、フリーミーティングということとリクエストっていう、まあ、そ の、 のがありましてね、それと、例えば私と、誰かという個人、全部こう分けてメールが出せるようになってるんですね。でフリーミーティングに出すと、とにかく気が付いたことをそこに入れておくと誰かが反応してくるっていうところですね。でリクエストっていうのはこういうことをしてほしいんだけど誰かやってくれないっていうのをリクエストで出します。それともう一つは個人対個人です、私があの人にあなたねこれこうした方がいいよ、
それとかもう社員から、うん、社長ってこの前こうおっしゃったけども、うん、あれはどういう意味ですか、うんうん、実にストレートに返ってきます、うんはい、だそういうとこをずっとうちは何年もやってます、うん、それでそれがですねそれは会社の中ですよね、うん、一歩出ても一緒なんですよ、うんうんうん、あの温度変わらないんですよ、はいうん、ちょっと言い換えたら統括部長の中にひょっとしたらツイッターの機能があったと、うんそれの延長ということなのかな。それは言えるかもしれないですね、もう会社の中でそういう要はツイッターみたいなこともやってたやってたっていうことですね、それで、あのスポットで急いで誰かに教えたい、言いたいときには、ポンともう、あのモニターに出るようにな、とか、はい、いろいろまあみんなが考えてやってくれてるんで、はい、なんかその辺の風通しはもうずいぶん前から良くなってるんそれからあの社員の方を見てもみんなお若い方がいっぱいいるし、はい、あのなんか社員 と社長とのコミュニケーションも非常にこうよく取れてるし、うん、あの考えてみたらあの大きい会社小さい会社、まあ、そういう言い方はあまりしたくないんですがその大きい会社は大きい会社なりのリスクがありまた小さい会社は小さい会社なりのリスクがあると思うんです、うんうんその辺は、まあ、小さい会社のリスクというのはどういうものなんでしょうかね、うん、あのですね、うん、あの僕は、まあ、個人的にというかあの会社の大きいちっちゃいというのはどういうんですかねあんまり考えてないんですよ、うんうんうん、それで一つちょっとあの、まあ、失礼な言い方になるかもしれませんけどもあの前これはどっかで聞いた話なんですがあの森さんって芋虫が大きくなるような会社作っちゃダメだよって言われたんですね。それはあのこう成長過程ってやっぱりあるじゃないですか。でちっちゃい会社が大きくなっていくっていう過程がありますよね。その時にどんなに大きい会社でもちっちゃい会社がそのまんまいくつも集まって大きくなったような会社じゃダメじゃないですか。だからそれはもう言い方としては芋虫が大きくなるっていう言い方をされたんだと思うんですけどもそれが僕はもうずっと頭に残ってましてねだからあそうなんだって僕らはやっぱりちっちゃくても芋虫がさなぎになって蝶になるような大きくなり方をしたいよなということをずっと考えてますで一つはですねあの僕は思うんですけどもまあこれは多分市場というかお客様も私どもも勘違いしてたなっていうところが一つある、うんうん、それは会社の大きさがそれと機械のレベルがその会社のなんですか、ね、レベルを決めてるみたいなところがなんとなくありましたよね、うんうんうん、でいや僕はそれは違うんじゃないかなって勘違いじゃないかなってだから会社は大きいでもちっちゃいでもないなっていうので、うんうん、あのそう考えてる時にある時ですねこれはあの稲森さんの話を聞いてる中だったと思うんですが、うんうんうん会社ってねって大きい会社はね、うん、ある程度、うん運が良ければ作れるんだよって、うん、でもなちっちゃくてもいい会社は、うん、結構作れるよ、うん、という話を聞きましてね、うん、あそうかって、うん大きいちっちゃいじゃないんだって、うん、いい会社を作ろうというふうに思ったんですね、うんうんはい、だからそう考えたときにですね、ちっちゃい会社のリスクっていろいろあります、うん一つはお金がそんなにないということですよね、うん、それとやっぱりいい素材が集まりづらいって、うんまあ、素材ちょっとおかしいですね、うんはい、いい人材が集まりにくいっていう、はい、どうしても就職する人は大きいところに勤めたいですよね、うんうんうん、で立派な設備のところに勤めたいですよね、うん、だからどうしてもその辺でリスクはあるなとは思うんです、うんうん、でも実際今やっててですね一番のリスクは社員のモチベーションだと思うんですね、はい、だからいろいろリスクはありますけど一番のリスクは社員のモチベーションが落ちること、うん、だからもうそのためだったら僕は何をやってもいいなというふうに思います。だから機械がボロだろうと会社の立地条件がどんなに悪かろうと、うん、社員のスタッフのモチベーション高ければ何でもできるんじゃないかな、うん、だから一番のリスクは、うん、彼らのやる気がなくなることですね、うんはい、その時に安い仕事取ってていいですか、うん、っていう話ですよね、うんうん、いろいろお話を伺ってきたんですが
まあ、今後株式会社クリエイツの今後はどうなっていくんでしょう。あのですね、実際数字も、目指しているものがあります、ただですね、目標はきちんと定めてるんですよ、大雑把な言い方をすれば、やっぱり社会に役立つような会社になりたいっていう、それで最近ふっと思うのに、あ、結構僕ら期待されてるようなお客さんからって、要はお客さんから期待される会社になりたいなっていうことですね。当てにされるね、当てにされる会社ってことですよね、必要とされる会社になりたいっていう、で、仕事を通じて社会に貢献したいっていう、これが目標ですよね。でも社員スタッフ集めて、おい、目標はこうだぞ、目標はこうだぞ、さあ頑張るぞって、何頑張るんですか、ということですよね。じゃあ目標はそうですよね、で目標に実際数字も入ってきます、3年後にこれぐらいね、5年後にこれぐらいになろうねっていう数字は実際掲げてます、でもその数字とかお客さんに必要とされるっていうのは何のためっていう時に、やっぱりスタッフのね、生活の向上と人間性の向上という、ちょっとまあなんかうわった言い方ですけど、人作りみたいなことですよね、それが目的なんですよ。だから社員にいつも言います、あなたたちに立派な人になってもらいたいんや、でやっぱりいい生活をしてもらいたいんやっていうことですよね。だそれをするためにはどうならないかんのっていうのは目標ですよね。だから社会から必要とされる会社を作ろうと、それを達成できた時には多分僕らは収入の面でもそうなってるだろうし、人間的にも一人一人が成長できてるんじゃないかなという、だからその目的です。わかりました。そのために目標を作ってるっていう、とこですね、じゃあ最後に一つ、最後の最後に一つお伺いしたいんですが、森宗敦社長にとって、別府温泉豚まんとは何なんでしょう。ですね、いろんなことのきっかけになりました、考えてたことはたくさんあるんですね、それを一歩ポンとこう肩を押してくれたのは豚まんのいきさつなんですね、で実はうちの会社まだ他にもですね、いろんな懸案事項があります。それで実際ここ何年もやってるけども売り上げになってないよっていうのもあります、でもその先にですね、大きな夢を見てるんですね、だからそれのきっかけを作ってくれた豚まんなんです、だからまあこれ出会いですから、大事にしていかないかなと思いますし、でやってるうちにだんだんみんなもこうハマってきてて、人事ではなくなったというところから、本当に自分たちのこととしてやらないかんといういいきっかけになった事柄ですね。わかりました、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございました。入ったですか。いってらっしゃい。